じゃあなんでそんな顔するんだよ。あったんだろ、オーディションが。山田アンナ、僕を舐めるなよ。痛い人間なんて一人もいない、それで当然だと思い込んでいたから。僕には友達ができた。まあ普通に話せるようになった。びっくりすること、何もない世界に少しずつ色がついていった。山田がいなくたって楽しい。そんな、でもそれは世界がこんなに綺麗だって気づかせてくれ、山田が好きだ。そうだ、特別じゃない、当たり前の。今手つないで。だからそんな当たり前のものも特別に思える。今の僕を形作ったんだ、アンナのほんの一部でありた。オーディション